はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。チャンネル登録、メール登院登録、よろしくお願いします。困難太郎に訴えられました。アマゾンレビュー、ありがとうございました。10月25日11時から、東京地裁705法廷、被告席にいますんで、私、お時間ある方、見物にいらしてください。11月23日に予定している、大阪メール登院懇親会なんですが、会場は新大阪駅、近く、でですね、時間が午後3時から5時の間、飲み放題となりました。後ほど募集開始いたします。お時間あげといてください。よろしくお願いいたします。石破内閣支持率急落。たった10日で 53% から 42% へ下がってしまう。世論です。やばい。どうすんのこれ。あれだけ全言撤回してりゃな。浦和根議員85人中73人を公認。すべて後手後手で朝礼誤解ばっかしだし。自民はゲルを使い捨てればいいと思ってるだろう。あれだけコロコロしてたら支持者は離れるわ。あと2週間で挽回無理やな。岸田はうまいな。就任前に言ってたこと全部嘘だもんな。そりゃ岸田の政策引き継いでるんだから、そのまま支持率も引き継ぐだろう。ネットオールドメディア問わず左右から叩かれまくってるし、何もできずに終わりそう。もともと人望がないのにさらに敵を増やす悪循環と。10日で 11% 下落したんか。毎日毎日 1% 下がってんのか。この支持率はですね、オープン調査なので脳みそ古弱層がですね、不安許そうがですね、別姓先送り、同性婚先送り、マイナ保険証予定通りに反発しての下落ですかね。なんだ岸田と全然変わんねえじゃねえかみたいなね。ずっとアラウンド 30% だった岸田路線を継承しますって言ってながら、低い支持率も継承するのは当然ですね。むしろまだまだ高いぐらい、すぐアラウンド 30% に戻んじゃないでしょうか。岸田同様に頼りにすべきは党内だったのに、マスゴミが作った世論を気にして仲間切りのセンスのなさと、小泉進次郎選対本部長の意見聞いてですね、12人を追加で非公認としたわけだが、バカがバカの意見を採用したって構図になってますね。ターゲットとなった旧安倍派議員、身内を叩いても支持率なんか上がらないって言ったそうだが、まさにその通りになってますね。人望なくて党内の基盤なくて選挙で力を示すしかないのに、非公認や比例復活不可で自ら勝ち戦を困難にした政治センスのなさと。安倍総理だったらね、悪評は全員で分け合おう、選挙でみそぎしようってなってたはずなんですよ。安倍総理は裏金やめろって言ってたんで、そもそも悪評はなかったんですけれどもね。非公認比例復活不可について自民党中堅議員、党が割れかねない、その一歩手前まで行った判断。選挙後安倍派は火の玉になって石破政権に襲いかかってくるだろうと、世論です。岸田の思惑通りことが進んでいる気がする。当選すればの話ですが、当選できた場合の話でしょ。自分は総理大臣になったから、あとはどうでもいいだろう。この中堅議員って実在すんの？石破おろしに成功したら、また岸田じゃないのか。背中打ち石破頑張れ。自民党をぶっ壊してください。10月1日に成立した政権を、10月9日に放り出すって、一体どんな神経してんだ。石破の最大の失敗はですね、早期解散自体そのものじゃないですかね。8人が高市さんに乗り換えれば、逆転する議員票差の、微差にビビってですね、力を示すつもりで、党内固めるつもりで早期解散を決定したが、自分は人気あると思ってた石破、実は全然だった。次の総理は石破さんって答えてた野党支持者がですね、石破内閣支持しないって答えたっていう構図ですよね。賢い杉田水脈さんはですね、でもお前ら絶対自民に投票しないじゃんって見破ってましたけれども、バカな石田は次の総理は調査で一番だった自分の人気がですね、野党支持者に支えられていたことに気がつかなかった。選挙は結果が全てですね。現在258人の自民党衆議、26人減らしてですね、単独過半数割れするんでしょうか。これで現状維持か微減、2、3人減っても、あの逆風の中で勝てたつって、石破勝利宣言、するでしょうね。過半数割れだったら、引責辞任で高市さんの出番かな。野党もグダグダだし、注目ですね。自民党女性議員の9割が石破に投票したと判明。こいつらが日頃言うですね、女性総理はとか、女性活躍
躍者かよとかがまるで嘘だったことが判明いたしました。世論です。そりゃ女の足の引っ張り合いよ。嫉妬から嫉妬だろうな。自分以外の女性が活躍するのは許さないんだろう。高市さんが曲げたのは2位、フェミだんまりだし、他の女に先になられたら困る、女性活躍社会は税金引っ張るための方面なんでしょうね。女性議員が増えたら政治が良くなるって根拠も不明ですし、試してみっかレベルのふわっとした概念でしかないよね。民民玉木代表、日曜報道の党首討論で医療費削減のため週末医療の見直しと尊厳死法制化について発言し、とある界隈からですね、高齢者の治療を放棄するのかなど非難豪語。反発してるのはおそらくですね、飯の種が減る医療業界と日本を破綻させたいパヨ界隈ですかね。世論です。よく言った。俺も高齢者だが支持する。死ぬ権利は必要だと思うよ。正論言えば叩かれる。慰労の人見たけどなんかかわいそうだった。会話もできないし、思い切った発言で評価したいんだけどやっぱ叩かれるわな。ヨーロッパみたいに慰労させないで寝たきりほぼゼロにするんか。他の議員は綺麗事ばっかり言うからね。必要か否かは置いといて、選択肢としては必要。仕方ないし選択肢を広げるし、結果医療費が下がるし、悪いことではないと。私、自分の抗体がですね、自分の細胞を攻撃する指定難病51号の全身性拒否症なんで、安楽死認めてほしいんですよね。攻撃された肺の毛細血管がですね、死滅してって死ぬらしいんで、息吸えなくて死ぬらしいんで、苦しそうなんだよね。酸素ボンベ、引き連れて歩くようになりたくないんですよね。寝たきりで何本もチューブにつながれて話もできずに、ただ息吸ってるだけっていうのを人として生きてると言えるのかと。1秒でも長く心臓を動かすと、ことにですね、最大の価値を見出す日本の終末医療は見直し必要だと思いますよ。北欧ではですね、自力で食事できなくなったら寿命っていう考えが浸透しててですね、胃に穴あげて無理やり流し込むことはしないですね。なんで日本はそれができないかというと、医療業界の飯の種になってるからですね。医療患者一人見ると、すげえ儲かんだって。自分がそうなった時にそうしてほしいかっていう想像力に全く欠けてると思うんですけれども、金のためには目つぶってんのかな。共産党田村委員長が比例単独東京ブロック1位、椎和夫前委員長が比例単独南関東ブロック1位と発表。世論です。小選挙区から逃げる党首と前党首、つまり田村は C のくぐつってこと、違うと思う。選挙区から出ろよ。代表が比例単独っておかしいだろ。負けるのが怖いんだね。勝負から逃げつつ党内では威勢よく振る舞うって恥ずかしくないのか。恥ずかしくないと思うよこの人ら。党首すら普通に出馬して勝てないのにどうやって躍進するつもりなんだろう。比例は今一歩足りない。若手に譲ってベテラン勢は小選挙区で勝負しろよ。かかしは立てのに重鎮はみんな比例単独なのか。C の独裁20年、だったけど、その間ずっと比例単独1位で楽々当選でしたよ、C 和夫は。なので代表が比例1位っていうのはもはや伝統。これでどうやって当選する気なんだろうね。共産党が唯一選挙区で当選してるのって沖縄1区だけじゃなかったでしたっけ。代表が逃げて恥ずかしくないのか。答え、恥ずかしくない。民主主義者が作った法などゴミぐらいに思ってるし、党内の立場が下ならですね、それは奴隷と同然でどう扱ってもいいっていうのが共産党ですね。共産党公式 SNS でこれ見ると共産党一択かな、共産党支持者じゃないけどこれは大事など感想を一言添えて発信をお願いしますと。党の公式で堂々と、工作の指南してますね。共産党支持者じゃないと嘘つけてガチで言ってますよこれ。世論です。共産党自身が共産党支持者であることは隠した方がいいって認識してるってことやね。嘘ついてて草、嘘つくのやめてもらっていいですか。日本ステマ教に改名しろ。比例は共産党はまずないな。支持者向けなのに支持者じゃないけどとか、お前ら真っ先に投票先から外れると思うんですけど、共産党のデマは綺麗なデマだからセーフ。よくまあ公式で堂々と嘘の指南をさすがだな。嘘でもなんでも権力握っちゃえば嘘ついたなって叫べる
は粛清すればいいって考えてるんで、赤は嘘をためらいません、スイスベルン大嘘とデマで社会混乱階層破壊秩序破壊に、勤しむのが左翼、嘘とデマは赤の手段なんですよ。掲示板ではですね、日本人として恥ずかしいってのを、しょっちゅう見ますけれども、日本人じゃねえから誰も相手しませんしね、こういうやつらは、これとメンタル一緒だな共産党な。共産党はブロックで、自ら隔離してるんで SNS でね、そいつらの発信が一般人に届くことはないんだな、私の投稿があいつら目にしないのと同じことでね、広島県廿日市市獅子って2回書くみたいです。で開かれた自衛隊ふれあいコンサートに地元中学の吹奏楽部が参加。複数の市民団体が無防備な中国生を実力組織に取り込む機会になっている、公教育として不適切などと強行為。参加した生徒からの評判は上々で感動したとの声も聞かれた。うまくて感動した。自衛隊の音楽隊、まあ音大出てるプロですからね。世論です。気違いかな。バカじゃねえの。頭おかしい。安定の軍屈が案件。日本が嫌いなら出ていけばいいのに。また市民団体という名の悪の組織。市民の国籍は？市民団体は国民の敵。共産党はいくつインチキ団体持ってんだ。どこの仮想敵国から支援され団体だろう。自国の軍隊を悪者にするのは日本だけだぞ。災害でもこいつら助けなくていいですよ。さすがに気違いじみてて3度より非難が圧倒的でした。こうやって市民団体イコールうさんくさいが定着してって頂上であります。今日の単身です。埼玉県内住みたくない町1位に選ばれたのがクルドが調量ばっこする川口市、2位が同じくクルドの蕨市、3位がベトナム人が大量に移住しベトナム寺もできてしまった越谷市だそうであります。1位の川口市は毎月1000人がお引越ししてよそに逃げてる末期状態ですね。いずれ外国人しかいなくなんじゃねえのこれ。そうなったら有権者いねえから選挙できませんってなって自治体崩壊ですね。高齢者のパニック買いで品薄気味だった米がスーパーに戻ってきたが、5キロ2000円が2800円と平均で 41% 値上がり。試験に過ぎませんが自由競争資本主義なんだからいくらで売ってもいいんじゃねえ。価値より高ければ売れないだろうし、安ければ売れるだろうし、つまり自然に任せろっていうのが持論であります。米だけ特別扱いしてですね、政府が価格に介入するのは市場を歪めますよ。米離れが起きて需要が減れば買うのも落ち着くでしょう。値段も落ち着いてくるでしょう。イリノイ大学研究、80、90まで生きる人は多いが100まで生きるのは遺伝的要因が大きいと、めったにいないと。我が国の100歳以上は9万6000人いらっしゃいます。人口比で 0.0008%、 10万人に1人が100歳になれるかどうかというところですね。人生100年時代、小泉進次郎とか言ってますけれども、これも税金引っ張るための方便と見て間違いなさそうであります。皆さん騙さないでください。トランプ集会に接近した車内から装填した散弾銃と拳銃、偽名のパスポートが見つかった自称ジャーナリストを逮捕。男の名前はベム・ミラー49歳。米国政府の正当性を否定し、個々の市民が主権を持っており、法律に従う必要はないと主張する団体の一員だった。じゃあ他の国行けばいいのにね。法に従わないやつって共産党みたいなやつですね。法を守らないやつは法に守られないんだが、それでも生きてい、いけるほどお前は強人なのかと。こういうのやるの大体マルクスのやつなんで、カマラ・ハリスは一切襲われないよね。多分ノーガードで繁華街歩いても襲われないなと思われます。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。